はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は陸自トップに新しく就任した岡部俊也陸上幕僚長が会見。新たな任務への対応を含め、政府、国民の期待にしっかりと対応をお届けしますね。陸上自衛隊トップに新しく就任した岡部俊也陸上幕僚長が7日、記者会見し、安全保障関連法について、新たな任務への対応を含め、政府、国民の期待にしっかりと応えていきたいと述べました。岡部氏は今月1日、北海道の北部方面総監から陸上自衛隊トップの陸上幕僚長に就任しました。就任後初めてとなる7日の会見で、岡部陸上幕僚長は自衛隊を取り巻く環境について数多くの安全保障上の課題に直面している。大規模災害の救援や PKO 活動などあらゆる事態に結果を出すことが求められていると述べました。その上で、今年3月に安全保障関連法が施行されたことについては、新たな任務への対応を含め政府、国民の期待にしっかりと応えていきたい。どのような任務を行うかは政府が慎重に判断すると思うので、具体的な内容を検討していきたいと述べ、現場部隊の対応について引き続き検討していく考えを示しました。ネットの反応。いよいよイスラム国に侵攻するんだな。幕僚長は幕僚幹部のトップだよね。陸上幕僚幹部と陸上自衛隊は別組織なんだから、陸上自衛隊のトップは別の役職では？陸上幕僚幹部と陸上自衛隊は別組織なんだから、単なる勘違い。ガルパンの小坂。なるほど。はよう移動型核兵器を装備してくださいな。新たな任務への対応を含め政府の期待にしっかりと応えていきたい。戦争する気だな。おい、政府の言うことを聞いて戦争する気なんだろう。アメリカの宇宙軍は発展する可能性はあるんでしょうか。自衛隊は人殺しとか言ってるバカどもがいるけど、これからも頑張ってほしいわ。自分の権利ばかり主張する右翼や左翼に流されず、これからもよろしくお願い申し上げます。死なないように頑張って。なら韓国とのつながりはもう断ち切ってくれ。どう考えても韓国を助けに行っても、隣の韓国兵に騙され捕まって、韓国兵の中国軍への土産に自衛隊員が引き渡されるだけ。なかなかの面構えだな。自衛隊頑張れ。将軍とも思えぬ軍曹みたいなごっつい顔。具体的に新任務ははっきりしてほしいわな。あれ、この人って御巣鷹山で第一空挺団率いて、最初、正確には2番目に現場に降りた人だよね。空挺レンジャー記章をつけてるけど、偉くなっても技量維持とかで今でもたまにパラシュート降下とかしたりするもんなのかな。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。